エディンバラにあるセントジャイルズ大聖堂スコットランド国教会は、スコットランド語の名前でザカークとして非公式に知られている長老派の教会で、スコットランド宗教改革によって明確に形成された。スコットランド国教会は、スコットランドのキリスト教の始まりに根源を遡ることができる。しかし、重要なアイデンティティを1560年の宗教改革によって形成している。 現在の正式な会員は、スコットランドの総人口のおよそ10%である。しかし、2001年度の国勢調査によると、スコットランドの総人口の42%が、中世の証を表明した。セントジャイルズ大聖堂が、スコットランド国教会の母なる教会と言われている。スコットランド教会は、およそ984人の現役牧師がおり、1179カ所の、 集会があり、公式な会員数はおよそ48万9000人である。これはスコットランド総人口の10%に当たる。しかし2001年の国勢調査によると42%のスコットランド人が自らを宗教的にはスコットランド国教会であると自己規定している。スコットランド国教会組合、歴史的にはいまだにスコットランドの女性運動の 最も大きなボランティア組織である。ありがとうございます。